寒いからあんまないかもね。まあ。勝ちか、あ、ほんと？あー、だから下の方は結構ふわふわなんじゃない？ふわふわではない。なんかカチカチになっちゃった。まあもうね、結構あれですよ。カチカチですよ。今からレストランに行きます。ご飯ですね。じゃがりこ食べちゃったけど、ちょっとご飯を食べます。じゃあここの青森県鰺ヶ沢というところはですね、はい、海が近いみたいで、はい、イカの一夜干し、はい、って言ってたね今。そうそう、あ、みこういうホテルなんだね。はい、今日も空いてる平日だね。めっちゃ空いてる。明日祝日だからあれだけど、はい、まあ今日も本当に学校なんですけど、どうしても来なきゃいけないイベントなんで、はい、それでですね、ビッグイベントね。ビッグイベントだからちょっとそれに誘われたということで、金曜日はもう学校なんで、木曜日の夜帰って11時ぐらいで朝帰って、バッグゲーム最悪。はい、今からご飯食べます。じゃじゃーん、カレー、ホテルカレー、ホテルカレー、いただきます。はい、私は何だろう、生姜焼きね。生姜焼き、はい、いただきます。いただきます。うわ、熱い？熱っ。目が三角形になってる。美味しい。美味しそうだな。うん、美味しい。はぁ、お腹いっぱい。というわけで今ご飯を食べてきました。よし、というわけで今回はね、ここに来たということで、明日どこに来たんですか？はい、青森県の鰺ヶ原、鰺ヶ沢に来ました。はい、この後もスノボーとかやりに行くので、その動画とかホテルでの過ごし方も動画を撮るので、ぜひ皆さん見てください。どうする、これ落ちたら。今日はママが余裕だね。いつも観覧車でヒーヒー言ってる、うん、今日のね、本当だ、こんな時来たよ。おーい、やばい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 、これやばい。何が、マジで本当切れるからやめて。そういうこと言うと今回はここでね、スノボをやっていきたいと思います。明日がスノーボードのイベントに参加させてもらうので、今日は前日に遊びで滑るという感じですね。はい、ではやっていきましょう。これか、あの新しいウェアです。この間これはですね、原宿のバートさんで選んだやつです。中がオーバーオールになってて、これがすごいいいです。じゃあね、じゃあね、気をつけてね。はいはい、はい、いや、どんどん行っちゃっていいよ。
まっすぐ。あっ、落ちそうだった。ブレブレだったらごめんなさい。勢いついてるかな、まだまだいける、ギリ。楽しい。じゃじゃん、今プッと食べてる。さくらんぼ味だ。ということで、今スノボーから帰ってきました。どうですか、さっき過ごしたとこだよ。そう、あそこから上からここに来ました。手振ってた、楽しかったです。上貸し切りで、あー、空いてて本当よかったね。本当あの、多分あの上の方から来たんだね、ずっと、うん、あっちのね。これ食べてみます。じゃん、これはリンゴがスナックになってて、しかも薄い味で、あとは休憩します。いや、違う、この後は、はい、明日のイベントの打ち合わせです。はい、見て、リンゴ。本当のリンゴだね。いただきます。うん、うん。リンゴ、普通にリンゴで、塩味というより薄塩、薄い塩。うん、とはちょっと塩で、しょっぱくなってる。というわけで、打ち合わせが終わってちょっとゴロッとしていて、まぁ、ちょっとね、YouTube の話をバディさんとして、今から、バイキングに行きたいと思います。ご飯を食べに夜ご飯です。はい、これってさ、過ごし方の動画これ、うん、そう。というわけで、まあ一回行きましょう。バイバイ。レストラン、ね、はい、そばの食べに行った。ありがとう。甘い、うまそう。そうですね、怖いですね。カニ食べよ。カニだよ。はいよ、じゃじゃん、いただきます。ね、イカあったね。イカこんな感じですね。いただきます。うん。美味しい。野菜、野菜。イカ食べます。カニ食べてます。うまっ。はい、ご飯食べ終わりました。なので今からライブをします。重大発表ライブです。というわけで今ライブ終わりました。ライブ中の動画をパパのポンコツなパパが撮るの忘れてたらしい。ポンコツ言うな。はい、この辺です、はい、じゃあちょっと今から売店行ってきます。バイトとお風呂だね。はい、お風呂も行っちゃうの今。はい、9時です。9時。お風呂、お風呂入んの。いや、一旦売店から持ってくるか。とりあえず行こう。はい、ゴー。行こう行こう行こう。買ってきました、アイス食べてます。ハーゲンダッツ買ってきて、こっちにした。あれ、アイス買わなかったの、ママ。買いませんでした。この世界遺産。うまい。え、今飲んでる。いつも分けてるじゃん、思い出してみて。明日がね、めっちゃハードスケジュール。
まあでもイベントが終わったら少し時間あるから、うん、では今からお風呂に入ってきます。バイバイ。ちょんまげ行こう。というわけで今お風呂に入ってきました。お風呂に入ってきたということで、ただいまの時刻は、あのジェル塗ってこうちょっと皮がボロボロ出ちゃう。何それ？そういうジェルなの。やった。質が取れるね。やってみたかった。あったよ。ないの、はい、今の時刻はじゃじゃん、10時33分でございます。はい、あら夜のミーティングですね。お菓子タイムをしつつあの夜のミーティングをしたいと思います。はい、バディさんとね。バディさんちょっとね、バディさんちょっとあの前の部屋なんで、向かい側のからピンポンしに行きます。お隣ご近所さん、サンコイチさんみたい。だいぶくつろいでますね。で、まあね、明日に向けてちょっとこう、うん、そうだね。はい、というわけで、こんな感じでですね、知らないうちに寝てしまいました。ちょっとめくってみます。ということで今日はエンディングはありません。明日はイベントなのでこのまま寝かそうと思います。おやすみなさい。バイバイ。